化学合成で新生的に作られたものに比較すると非常に優れているというところですね。からあとは幹細胞そのものを使う治療は再生医療の進歩の、芝居で厳しい制約があるということですね。例えば通常はここで細胞を回収して細胞治療に用いるんですけども、培養醸成を得る場合には培養期間を追加してここで純化培養エキスというものを得て、これがいわゆる培養醸成ということで実際の治療に使われているというものです。食べ物だったら生のキャベツですね。キャベツを加熱するとグルタミン転生するので、生キャベツを食べていただいてグルタミン摂取していただくというのも一つの方法です。そういうのも考えながら見ていかないといけないし、今度ね、生理活性物質に関する代謝で有名なのは、もちろん増加傾向にはあったんだけども、有意差までは出なかったということになりますね。で、大脳皮質というのはいわゆるその海馬から送られてくる短期の記憶をですね、長期の蓄えるという、機能は持っているわけなので、細胞自体を行う治療ではなく、幹細胞が分泌するサイトカインとか成長因子エクソソームといった活性物質による治療方法というのが非常に注目を浴びてますよということで、最近のそのトレンドとして、こういった論文の中でもやはり再生医療の領域でございます。